女たちがいなかったら絶対に来てないので、うん、Ladies and gentlemen, welcome to North Village!なんか僕初めてお会いした時に、はい、なんか印象的にすっげえ失礼な言い方かもしれないですけど、チリ人の昔話題になったアニータさんになんか似てんなみたいな、こうもうアニータねもうおばちゃんですけど、でも彼女もなんかチリで仲良くなった後に、まあ、アニータ自身は南米に戻って、すごいテレビですごい人気の、まあ、日本でいうおそらくマツコデラックス的なご意見番みたいな位置づけになって、でも何度か逮捕されるんですよ。で逮捕された原因っていうのが電柱から電気パクって、要は窃盗、その電気をパクった罪みたいので捕まって、でそれをやった理由がつくて、うん、国がそのいわゆる電気代を払えないような村に対する送電を止めるとってなった時に、アニータがパティアボに住んでるんですけど、パクってその手口とかも全部こう報道されて、で本人の狙いとしては私が今知名度があるから、そうすれば全ての手口がこう公になると、でそのお金が経済が回ってないと、それは別に国の責任であって、うん、そこで頑張ってる人たちに電気を止めるっていうのは原始人的な生活を強いるのと同じこと で、うん、で国がそうであれば私が電気の簡単なパクリ方を教えてあげるみたいな感じでやってて、だから全然捕まったこととかも後悔してないみたいな、なんか似た方向性を感じるというか強えなっていう。だから僕正直なんかそういうのを周りにすごい発信している責任感を感じてやってる友達が運よくいっぱいいるんですよね。でも自分自身の、まあ、唯一そういうコンプレックスとか悩みとかなんか持たずあんま考えずに生きてきちゃってて、自分がこういうのを発信しなきゃみたいな責任感みたいなのを感じたことがないんですよね。世の中がこうっていうのに対して、例えば政治が悪いどうこうって言ったら、不満を持つんだったら政治家になりゃいいじゃんで閉じちゃってるんですよね。でそこを一声として発信する責任が一国民としてあるみたいな感覚が多分欠如してるのか、多分そこに自信がないのかもしれないですね。なんか責任みたいのを感じてなかったりとかしてて、でも周りの人たちはみんなそれを感じて声を出し始めてて、まあ方向は違いますよ。高橋 M さんもそうだし、久保塚さんとか GACKT さんとかもそうだし、三宅洋平さんとかもそうかもしれない。なんかそういうのを持ってる人たちってすげえかっけえなーっていう、そうなんか憧れて終わっちゃってる部分でもあるんで、まあそこもしかしたらコンプレックスかもしれないですね。でもそこをみんなをまとめてこう出してる。いや出してる、まあ出版って結果的にはね、その本を出してそのメッセージはですけど、でもやっぱ根本は一人一人が声を上げるっていうことが重要だったりもするじゃないですか。別に影響力ある人ない関係なく、そこってどうやったら自分に責任を感じれるのかなってすごい教えてほしい。それがある人とない人でやっぱかっこよさ違うし。そうですかね。で強くないですか。だって自分がそんだけ、まあ、どん底というか鬱になったりするぐらいまでの被害、うん、被害というかそういう目に遭ってて、でそれを私が伝えなきゃ変えなきゃって思うってなかなかじゃないですか。なんか多分そこはパンクなんですよ。ずいぶん大げさに言いますけど、うん、これ若い子にも言ってて、サステナブルとかエシカルとか地球に優しいような活動したいみたいなのってどうしたらできるんですかとかよく聞かれたりするんだけど、それも同じなんですけど、そこに対する責任感も全部別に真面目になってるつもりは全くなくて、うんうんうん、政治にもこっち側の興味ないし、うん、世の中で起こってることに興味あるんですよ、うんうんうん、でも私がやってることは全てパンクだったり不良だったり、うん、そっちがかっこいいと小さな時からなぜか思ってるタイプなので、うんうんうん、結局エシカルになったり、うん、オーガニックのフードを取るってことが今マスから離れるっていうことなんですよね。タバコを吸ったり、お酒を飲んだり、そういうこと今まで普通だとされてたことがそうじゃない時代になるっていうところに対しての、うん、例えば70年代にビートルズだったりとかセックス&ピストルズがアナーキーだとか、その宗教キリスト教全員にその押し付けてみたいなこと言ったり、ビートルズも平和への願いを、うん、ああいう音楽とかファッションの形で出すっていうのは、うん、完全な社会の反発であってパンクであり不良なんですよ。
なるほどなるほど。でもよりいい世界だったり自分の思う正しさを求めての、うん、アンチテーゼの中のおしゃれなんですよ、うんうんうん、不良というアウト。なるほどなるほど、うん、なのでドロップアウトすることも私これ正しいと思わない、うん、自分のヘルスも自分のマインドも、うん、だからこっちに行ってみるっていう不良的行為だったっていうだけで、うん、それがおしゃれにつながって、うん、自分はこういう格好する、うんうん、っていう表現の仕方だから、うん、私の周りに集まってくる若い子はおしゃれになりたいんだったらエシカルに行きたいとか、うんうん、おしゃれになりたいんだったらサステナブルに関心を持って生きる、それが今私たちが出せるカードであり、うん、示せる不良行為的社会に対する反発だから、うん、あなたがエコバッグ持ち歩くこともパンクなんだ、うんうんうん、そうやって思ってエシカルを進めれば楽しくなるし、うん、自分はおしゃれな人間なんだって思って毎日が楽しくなる、もしおしゃれが好きなんだって、うんうんうん、自分ができる自分の中での責任を果たしてるってことです、うんうん、なるほどなるほど、これがかっこいいんだよってただただ言い続けてるだけなので、うん、自分がもうご自身の本も書かれてるので、うん、それも結構パンクじゃないですかなるほどでもでそういう場を用意してて、うん、自分にはその責任がないとか責任感がない、責任感がないって感じで、だでももう場所共感はめっちゃあるんですよ、うんうん、それぞれの面で共感しないと本人しないしあれなんだけど、責任自分はこうしなきゃいけないっていう使命を感じた上でやってるんではなく、共感したからやるとか面白いと思ったからやるとか好きだからやるっていうところで、で、うん、そうですね。でもそこに使命とか責任とかそういったものを持ってる人をかっこいいなって思う。いやもうやってるんだと思いますよ、サダさん、ね、もうやってるから、いやいやいや、そこで満たされてるから、だってそういう人たちにこの声を発信した方がいいと思って、うん、場所を上げてるって感覚もないですけどね、その共感して一緒にこう例えばこう知り合って何かあこういうのできたら面白いよねっていうのも共感じゃないですか、いやこういうメッセージを伝えた方がいいよねっていうのも共感じゃないですか、うん、で共感してそうだねってなったらここが知り合った意味というかそこから生まれるものができるっていう、出会ってなかったらその本は作られていないっていうところにはすごい興味があって、でも使命感を持ってる人たちってもっとその先というか、求められてなくてもやるみたいな、こう一人でもやるみたいな、あのそのかっこよさあるじゃないですか。だからそのやりたいものに対しては一人でもやるっていう気持ちはあるんですよ。その周りが賛同してくれたらやるではなく、全員に反対されても俺は一人でもやるけどねっていう気持ちはあるんですよ。ただそのメッセージを発信するっていうことに対してはそこまでの責任感を感じたことがないというか、一方でそういうのを持ってる人をやっぱかっこいいなって思いがちなんでしょうね。だからそういうのを持ってる人と友達になりがちというか。いやでも私が素直になんでこうなったかは、どの先生だといろんな人に会っても、うん、よく生きてるねって言われるぐらいまずかったんで、その時にもマリアちゃん頑張ってって言ってくれたそのファンの子たち、彼女たちがいなかったら絶対に来てないんで、もうこれはもう自分で本当に言い切れるぐらい、だから彼女たちへの責任がまずあるからね、ありがとうの恩返しとか、なるほどね、応援してくれてるなら私がいいって言ったものは本当にいいよし、信じてもらったら間違ったことはできないって、ありがとうの気持ちの中一歩の柱だと、そのお返しをしようみたいな、それで言ったらなんか親にこう恩返しして一生懸命仕送りするような感じと一緒か、うん、ああなるほどね、あんな奇跡はないですもん、うんうんうん、だって歌ってもないし喋ってもないし、ただ痩せて、うん、写真の前でなんかおしゃれにして、うん、とことこ歩けばいいだけですよ、うん、そんなにね、こんなに愛していただいて人生の生計が立てられるぐらいのそんな応援もらうなんて、うん、あとはもうなるほどなるほど、でもそこに、まあ、人生捧げてるわけじゃないですか、うん、なんかその今やられてるその会社のとかもこう作品っていうのかな、洋服一つ一つにメッセージを持たせてるじゃないですか、うん、僕はあんまりファッションのこと知らないですけど、なんかそのメッセージを一個一個持たせて、
ていうところがもうなんかこう商売のためではなく、それを生み出し伝えるためにやってるっていうのがなんかこうファッション全く知らない人にもなんか伝わってくるってすげえなーとか、久保塚さんとかが、まあ、もうモデルとかいろいろやってるじゃないですか、ファッションの業界にずっといて、で何の時から南米で旅してる時かな、なんか僕が本当ファッション疎いんで、なんかそんな話を聞いてた時に、なんかファッションってその世の中であったりとか物々に対して中指立てる行為に似てんだよねって、自分はこうだって、自分はこうっていうスタイルを、まあ、考えであったり哲学でそういうものをファッションで表現してっていう、あのただかっこいいからどうこうではなく、その人の人生とか生き様とか考えとか哲学とかそういうものの主張、自己主張でもあったりするんだよねみたいな、で別にそれはこうだから正解でもなく、まあ変な話、そのジャマイカに行って左右全然違う靴を履いててもファッションとして成立しててかっこいいみたいな、でその人の考えとか生き様とかで見た時に、あそういう生き方ねみたいなのが伝わるっていう、あこういうの嫌なのねとかっていうのが伝わるって、ファッションってなんかそういうその服装一つ、その人のスタイル一つでこう自己主張というか世の中に対する声を上げるっていうことなんだっていうことを言われて、すげえかっけえなと思ってそうそう、なんか着心地だけを求めてた自分が本当申し訳なく感じるというか、いやいや、でも今ほらビーガンとかすごい細かく分かれてるじゃないですか、口に入れるもの、うん、そういう風になりますよ、ファッションも。今あロックな格好してるねいつもとか、ファンシーな格好してるねいつも、ロリータファッションとか、うん、いろんなファッションのジャンルの中に多分ビーガンファッションっていうの出てくるし、あと他の名前でシカゴの名前としての生き方っていうのがファッション用語として多分出てくる時代になるし、ファッションってみんななんか流行りを追ってたとしても、うん、自分で流行りを追ってると思わされてるけど、ほぼ広告の押し付けなので、あダサかろうがあの人おしゃれだよねって思われようが、確実におしゃれになれない選ばされてる今事実が社会的に起こってるのはファーストフードと一緒で、今週やればやるほどその問題にぶち当たるので、どんどん流れが見えてくるからめっちゃ面白くて、今例えばなんか街中で女の子たち最近同じような格好してるよねって思う瞬間あるじゃないですか、うん、それはやっぱり上のもっと前の手前の状態で、多分6ヶ月前10ヶ月前の状態で、生地屋の方がこんなに余った残骸ある、これどうする、大量消費させるためにブランドと一緒になって値段のいろんなことを操作して同じものを大量に作って、それを PR 会社と一緒になって、うん、っていういつもの、うん、このプロセスにファッションも変わりなく乗ってるので、どうしてみんながそのスカートが欲しかったかは自分で選んだものではないと、私女の子たちに、うんうん、で本当にじゃあ自分で選んだものを選べるようになるにはどうすればいいのかっていうのを、自分のアイデンティティの発見につなげなさいって今日は言うんですけど、それだけじゃなくてどの空港行っても同じブランドが免税で並んでるじゃないですか。そうすね、あれおかしいと思いません？そうっすね、そうっすね、すごいファッションの闇を感じるんですよね。あもう製薬会社どころじゃないぐらいものすごい業界だし、うん、そこをじゃあなんで免税で売れるの、うん、同じブランドだけ、うん、世界中で、そこも不思議なところがあるし、あそっかそっか、ファッションってこうきらびやかに見えてものすごい内側がドロドロなので、うん、それを着飾って見えないように雲隠れしてるような業界なので、そこをやっぱり一生懸命自分でやってる会社だからこそぶち当たる壁が見えるからこそどんどん分かっていく、それに対してここ100年ぐらいファッションのあり方って変わっていなくて、100年前って例えばじゃあマリー・アントワネットとかがこんな服着て一生懸命着飾ってた社交界、舞踏会が、彼らみんなそのドレス何回も着るんですよ、大切に大切に修理して、あとは娘にあげたり、うん、息子にあげたり、うん、それぐらい着物みたいな感じで、うん、でもそこにここ100年の資本主義がメインなんてことによって流行ってものを作ってきます。はい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 、はい、で毎シーズン、今となっては年間6シーズン変えるのって当たり前ですね、うん、普通なんかオータム&ウィンター SS って年に2回かと思うんですけど、今のマスは
6シーズンぐらいみんな展示会やって、うん、シーズンのってことはシーズンを加えるってことはタイル捨てさせる、うん、それにファッションに賞味期限を作ります、うんうん、人生に悪あがきを続けようっていうことで、おじさんです。はい、今回この悪あがきという僕のもう心をもうめちゃくちゃ震わせてくれて感動して、もう一本の映画を見たような気分になったので、もうこれを機に俺の人生もっと感動的に、自分が主役やから漫画みたいな人生生きてみたいなって。やっぱなんか自分の人生って自分が一番主役やと思うし、それ以外の人たちってやっぱ傍観者やと思うね。子供の時あの時描いた夢、こういう風に生きていたいなとか、こういうことやってみたいなとか、いろいろあると思うねんけど、大人になったら諦めちゃいがちな人生になってると思うねんけど、でもこの本の著者の北里洋平さん、ここにも書いてる通り、諦めることを諦め悪あがきを続ける主人公の自由でバカな物語、もう爽快にバカで根拠のない自信でどん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 漫画みたいに夢や目標っていうのを突破していく、そんな突破力、そこから来る覚悟や思い、すごく僕は共感しました。これから自分も、YouTube を通してジョーブログで挑戦していきたいと思うんですけど、何かこれから自分の人生を通して一歩踏み出したい人、やりたいことがあるけど諦めちゃいがちな人、この洋平さんのマインドから学ぶ部分がすごくあるんじゃないんですかね。自由にまだまだ俺たちは生きれると、子供心を持って未完成でもいいから、才能なんてなくてもいいから、悪あがきを、人生に悪あがきを続けようっていうことで、この本読んでください。 Let it go。ということでね、北里洋平くん、マイメンですけれども、ちょっとびっくりするぐらい、面白かったし、力ももらったし、自分のね子供にも勧めて、今読ましてるんですけれども、これからの、これから大人になる、まあ子供になる、人たちがみんな読んで、大きくなれたら素敵な、素敵なか分かんないですけどね、ややこしい可能性もありますけれども、いい世の中になるんじゃないかなと思ってます。夢を諦めることを諦めた男の話、おすすめです。ブルー。 Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.